米英戦争の戦闘一覧は1812年6月18日から1815年2月18日までアメリカ合衆国とイギリスの間に発生した米英戦争の戦闘一覧である。年の順に戦線ごとに並べた。米英戦争は北アメリカ大陸の大きく4つの戦域で戦われた。すなわち大西洋岸、カナダアメリカ合衆国国境、メキシコ湾岸、 およびアメリカ合衆国西部である。これら大陸での戦闘に加えて、海上の主に大西洋で、艦船同士の戦闘も多くあった。カナダ・アメリカ合衆国国境での戦闘は、旧北西部領土、ナイアガラの前線、およびセントローレンス川の3地区に分けることができる。旧北西部領土、ウィリアム・ハル・ウィリアム・ヘンリー・ハリソンナイアガラの前線。 アイザック・ブロックセントローレンス側、アメリカ合衆国西部海戦アセスエセックスアセス、コンスティチューション対 HMS、ゲリエール大西洋岸旧北西部領土エリーコの、古城戦テクムセナイアガラの前線セントローレンス側、シャトーゲイの戦い海戦、アセスチェサピークメキシコ湾岸大西洋岸、マクヘンリートリデに対する艦砲射撃級、北西部領土ナイアガラの前線セントローレンス側、 プラッツバーグの戦いメキシコ湾岸アメリカが衆国西部海戦。メキシコ湾岸ニューオーリンズの戦いアメリカが衆国西部海戦。ありがとうございます。